5月26日、プロ野球ニュース、ブレーブス・ライリーが、飛距離140メートルの特大弾、2発、勝利に貢献。ブレーブス、8・5フィリーズ25日、日本時間26日、トゥルーイスト・パーク。ブレーブスの、オースティン・ライリー3塁手が、飛距離約140メートルの特大ホームランを2発放ち、シリーズ初戦勝利に貢献した。MLB 公式サイトが伝えている。 ライリーは初回、飛距離459フィート、約140メートルという特大の8号ツーランでチームに先制点をもたらすと、44と同点に追いつかれて迎えた5回には、左中間へ勝ち越しの一発。こちらも458フィートと、初回と同様の特大弾だった。スタッドキャストが2015年に導入されて以来、1試合で455フィート以上の本類打を2発放ったのは、 ライリーが3人目。ちなみにライリーにとっての最長段は4月3日のカージナルス戦で決めた飛距離473フィートの一発で、今回のホームランはキャリア3番目と4番目の飛距離となった。